夜なので夢見に来ました。実は前回の続編だったんですよね。夜のシンデレラ城も美しいですね。ウォルトディズニーも輝いてます。ベイマックスのノリノリお姉さんも可愛すぎます。このままずっと夢から覚めなければいいんですけど、勤労は日本人の義務なので明日は社畜に戻ってますね。ベイマックスにハグしてもらいたいです。社畜仲間へのねぎらいの品も手に入れました。ところで皆さん、私に夢の国に行くようなお相手ができたのか気になっていると思うんですけど、もちろん大好きな彼氏ではなく友人ですよね。こんな質問を送ってくださった方いらっしゃったんですけど、私を愛してくれる友人がいることを証明できましたよね。